はい、皆さんおはようございます。おはようございます。私たちパピーズです。よろしくお願いします。はい、じゃあまず自己紹介をしていきたいと思います。はい、パピーズの最年少16歳本宮香乃です。よろしくお願いします。香乃ちゃん。はい、パピーズの16歳高校2年生さくらめです。よろしくお願いします。あいちゃん。はい、パピーズの18歳高校3年生の東山桃です。よろしくお願いします。桃ちゃん。まずは、はい、なんて言えばいいんだっけとパピーズはもともと7人でやってるグループです。今日3人しか来てないんですけど、3人だね。しょうがない、リリじゃない、しょうがない、しょうがないんだ。はい、そしてそしてなんだ、パピーズを初めて見たって方いますか？しましょう。そし て, そして通知もぜひ取ってくださいね。ライブ情報とか逐次更新してってるので、もしよければフォローの方お願いします。お願いします。はい、そして告知をさせていただきます。お、明日19日は朝 BSJ シアターさんでモーニングを行い、はい、その後若宮広場でライブを行った後、撮影会もあります。そしてその後 BSJ シアターさんにて遠野まこちゃんの卒業ライブがあります。まだ予約まだって方や、もし行ってみたいな気になるなって方は、予約ぜひまだまだ受付中なので来てください。お願いします。お願いします。お願いします。はい、そしてもう一個、はい、本日ですね、下の休憩所かなで、マガタマの体験作りがやってるので、もし暇な方いらっしゃったり、空いた時間あったら見るだけでも、まあ本当は体験してくれるのが一番いいけど、まあ綺麗なんで見るだけでも、みんなちょっと顔を出してあげてください。お願いします。お願いします。そしてこの後パピーズライブ終わった後、しなみこちゃんとのトークショーがまたここで行われるので、みんな一緒に喋ろ喋ろ喋ろっていうのトークショー何やるか楽しみにしてってね。きっとみんなが楽しめるような内容をちゃんと用意してあるんで、みんなぜひ参加してってください。私たちも出るんで、しなみこちゃんとコラボするんで、ぜひ見てってください。お願いします。お願いします。